皆さんこんにちは、フォーゲーマーのロッチです。どうもコウスケです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回もサモンズモードやっていきたいと思います。はい、エヴァゲリオンコラボ来ましたね。みんなが待ち望んでた、待ち望んでたエヴァンゲリオンでございますよ。ということでコウスケさんがまずちょっとね、所持してるやつちょっと確認しつつ、はい、でその強化されたのがどんな感じなのかっていうのちょっと見ていきたいなと。僕持ってるのはね、さっき進化させたんですけど、はい、この上の4体だけです。あ、そうなんだ。もうこのシンジと、あ、シンジじゃない、カオルと、うん、マリーぐらいしか持ってない。 あとこれ交換でしょ。そう、交換、サモクリ、うん、で、これもあ、もらったやつ今日、うん、だからもう本当何にも持ってない。で、一応の配布のあれはね、あ、そうね、アスカとか、アスカとかもいるけど、本当に俺が全然エヴァンゲリオン知らないっていうのが、まあ、このガチャほとんど引いてないってことは、ね、そう買いが見えてますが、ということで、うん、まあ一応ですね、俺チェンではあのエヴァのね、今回の新キャラの性能を見たんですけど、はい、旧キャラもほぼほぼもうみんな変わってると、変わってます、ね、いうことなんで、ちょっと見ていきますか、はい、俺っち注目したの何かあったでしょ。まずアスカが、アスカの進化後、進化後、はい、攻撃力の倍率がおかしなことになってる。待って、前が7コンボ以上で 5.5 倍だったのが、7コンボ以上で28倍かつ 13% 吸収。あれ、うん、リーダースキルはまあ最前線ぐらいには来たなと、うん、で、スキルが自身が4ターンの間攻撃力10倍&自身が HP99% 以下であれば、自身が6ターンの間攻撃力25倍。え、元々のやつを見ていただきたい。 28×25 ってこと？ 28×25？ あ、そう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 、あのリーダースキルは28で、うん、単体だと25倍。え、うん、で元々だってさ6倍だよ。6倍とかでしょ、うん、自身を6倍。そう、しかも素の攻撃力が2倍ぐらいになってんだよ。あ、本当だ。320っていうのが410になってるから、うん、1.5 倍ぐらいか。まあ、でも100ぐらい上がってんだ。めっちゃ上がってる。ほんでそれで倍率25だったら相当えぐいからね。あれ、間違った？多分ね、間違えてる調整間違えてる、調整ミスってる。あとさ、まあ、でもいい、すごくいいですね。あとどれだったっけ、この武装アスカじゃなくてエヴァ2号機じゃなくてさ、あれどれだっけ、シンジ君じゃなくて、新庄はちょっと強化されてるんだけど、まあ、使いやすくなった、カウンターしやすくなったって感じ、うん、移動がついたの。あれ、俺が見たいやつどれだっけ。あ、これ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 、エヴァ初号機&ゼロ号機、うん、これめっちゃ強化されたの。これが、まず T スキルが追加されたのと、うん、回数制限2回で1ターンチャージ後前方横一列の敵に、光属性攻撃力 ×1000 倍防護貫通かつバリア破壊ダメージ、1000倍だって。横一列なんで、うん、あの2マス当てたら2000倍です前が150倍でした。150倍です。まあ素の攻撃力がね250だったかな、うんうん、246か。なんでまあそういう意味ではどうだろう、にめちゃくちゃ攻撃力が高いやつに比べると、うんうんうん、まあ1000倍600倍ぐらい、まあね、実質って感じだけど、最高のやつを見るとね。そう、まあでもかなり強力ですね。はい、まあ、2回しか使えないのがあれなんですけど、ミサトさんとか攻撃力500になってるよ、193からなんで、え、まあ攻撃力あったからな、分だ。だって 193×3 から4なのに、うん、こっち HP も上がって攻撃力500になってる、うん、スキルの威力上がってる。スキルの威力は、あ、でも変わってないわ。光属性20倍 ×4 連続ダメージ、うん、何が、あ、ターン数が変わってんだ。ターン数速くなってるんだ。で、スキルアタックタイプの味方、ダメージスキルの威力が16倍&HP が 1.6 倍。まあ、めちゃくちゃ強いわけじゃないが、状況によっては使いどころもあるかな。そうね。でもしかもこれ、あれでしょ、ガチャキャラじゃないよね。あ、ガチャキャラか。ガチャキャラの、まあ、確率が高い。そう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 、まあ。という感じで、全キャラですよ、これ。あ、で、その13号機もね、あ、これも見よう見よう見よう。ね、T スキルがありまして、まずリーダースキルが、スキルアタックタイプの味方はダメージスキルの威力が35倍 &HP が 2.5 倍、まあ、これ普通に高い、うん、ね、だってほぼ上限値ぐらいの威力だと思う。前がだってね 7.5 倍ですから、うん、で、ダブルエントリーシステム T スキルがいずれかの味方を1回選択、して1ターンの間攻撃力6倍、いずれかの味方を1回選択して1ターンの間、ダメージ無効だから2回選択できるんだ、うん、攻撃力と、まあ、攻守両方サポートできるよ、うん、で、ロンギヌスの槍が縦横斜め前列の敵に闇属性攻撃力70倍 ×2 連続ダメージ&光属性70倍 ×2 連続ダメージ、はい、これが4ターンで打てる、はい、強くね。
倍率的にはね、多分あのポジトのライフル、うん、将棋0号機とあんま変わんないぐらい威力出そうな感じする。ということで、こんなにいっぱい強くなりましたって。はい、みんな大きくなったね。いや、8年前だから。逆に。逆に8年前だから。まあ、みたいな感じなので、はい、今回その、ピックアップのキャラとか新キャラ以外も、うん、まあ、正直あもう前回引いてなければほぼ当たり状態、うん、だからそれこそアスカとかね、そうそうそう、さっきのアスカとか、アスカもそうだし13号機もそうだしと、うん、まあなかなかね強力なキャラ揃ってます。そうなんかやっぱちょっと発表だとね4体しかいないんじゃないか、新キャラ4体じゃないかと思うかもしれないけど、うん、ほぼほぼみんな性能が変わったので、うん、実質もうほぼ新キャラです。聞いてない人は特に、うん、はい、ということで、はい、僕はまだエヴァンゲリオン見てないんですけど、はい、いいですよ、じゃあこれを機に見てください。よし、出たら見るわ。分かった。何が出たらのか、12時間ぐらいかかるけど。12時間1本3時間ぐらいで、しかも俺全然引いてないから多分ほぼ止まると思う。あ、そうだ、ね、おなんでこんなに、いや止まるからほら ね、 うんだね、これさっきね強くなった500になる。えぐい、はいはいはい、これ新しい神事や、これ神事、これ新しい神事や、新しい神事、新しい神事、あれなんかあったんですか。気になる方は俺ちゃんの、え、あ待って、これ違うな、旧神事だな、これ、これ旧神事、ちょっと待ってね、あ、これごめん、旧神事だ、まあでも旧神事ね、いやもう十分です、俺も欲しかったやつだし、あ、よし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 、これ、まあ、でも最初はね旧連です、そうか、新しいんじゃそもそも進化し済みだわ、そうだ、うっ、はい、おい、めちゃくちゃ出るやん、アンドレ、いや違う違う、めちゃくちゃ出るんじゃなくて、ああ違う、まだ引いてないの、だってもうアンド、あのロンゲレイ、お、いや俺も来ました、ちょっとほら、あれ俺の成果全部出てる、もう言わなくていいのよ。言わなくていいんだよ、俺っちバレちゃうじゃん。俺っちはいっぱい引いてこれが出ました。いや出てないの、俺。旧神事出てないから。あ、出てないのか。うん、今俺っちが出たやつ全部出てるね、多分ね。俺が全部出たやつはやっぱ超えて出てる。なんならだから。よし、じゃあ行きます。びっくりした。もう俺もう動揺しすぎて旧神事を新神事だと思っちゃった。あ、出た。出ました。チロチロ。チロチロいらないんだよなあれ。止まれ。お、来ました、これも強い、強い、ね、さっき言った、うん、ずっと25倍アスカ、お、ブンダクソ出る、ブンダクソで、まあ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 、まあ、こんなもんですよ、さあこっからやな、まあ、こっからですね、正直こっから行くぞ、全然読み込まないやん、読み込みが欲しいのに、よし、いやもう、じもうそれが出るだけでいいよ、止まれ、止まってくれりゃいいんだ、ジャンティ、いやー、出た、エヴァンゲリオン見ます、あでもピックアップだから、そうだね、そうだね、そうだね、しか言ってない出ちまった、かっこいいやつか、これはステイじゃない、そうだね、次のピックアップに引き継いだ方がいいと思う、今引くとまたまたレイじゃねえ、アスカ出ちゃう可能性あるから、だって今ピックアップが結局さ13号機ぐらいか、シンジ君たち、そうだね、13号機と、2号機アルファ、そうそうそうか、そうか、いやここはステイだな、そうだね、次がエヴァ2号機&8号機、うわ、でも13号機 0.4 になっちゃうんだ、うわ、まあ俺、あ、まあいいか、でこれ新神事ちょっと見せてくれ、能力、うん、能力とか、あの、え、確率、あの、え、え、あの、あ、イラスト、デザイン、うん、似てる、旧神事、旧神事下の方に似てる、あ、でも旧神事だったね、やっぱり、ね、うん、旧神事です、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、いやでもピックアップで言ったらおめえ30連ぐらいで出したな、そうだよ、ふざけんなよちゃんと怒ってるやん、ふざけんなよ、あーだからもうマリーを狙うしかないもんな、あと、ちょっと、ね、あ、文字があれ、ね、あれなんだけど、マリーがどこにいる、3列目、マリーは3列目だから7月3日からの方が 0.8%、 そうだね、だけどシンジ、シンジ&カオル13号機がでもピックアップが外れるね、新神事は次がピックアップ、うわでもきついか、でもそもそも新神事 0.3 パンだよ今で、マリーのなったらもう 0.2 だよね、えそもそも当たんねえな、だからこれ多分3、4回目じゃない、3、4回目だね、俺はコウスケが一番確率あるのは、だから
3回目で頑張ってマリ引いて、でマリがもし背面出たらもう4回目引くみたいな。あいけるか、いけるな、いけるやろということで、せいおめでとうあ、え、最終回ってこと、おめでとう、おめでとう、すべての人類におめでとう、こういう気持ちだったのか、はい、いやでもまあ出たことは喜ばしいことなので、はいはい、皆さんもぜひね弾いてみてほしいなと思います。そうですね、あの浩介さんはエヴァンゲリオン劇場版全部見るらしいので、はい、アニメから全部見るらしいので、誰か解説して、俺がツイッターで書くから、あ、解説してほしい、これってどういうシーンだったの、確かに、ね、見終わった後にね、そしたらリプすごい来るかもね、あ、すごい、あれのあれでって、まあでもこの先言えないんですけどってみんな言ってそう、すごいよ多分、うぞうむぞうがすごいうわ、多分俺のファンじゃない人たちも多分来るだろうね、うん、語りたい人いるからね、はいはい、といった感じですね、皆さんぜひね、映画、アニメ、そして今回はですね、サモンズボードのコラボやってますんで、はい、ぜひ楽しんでほしいなと思います。といった感じで今回の動画以上撮ります。それではまた別動画でバイバーイ。俺っちバカ